MC の土屋圭一です。今日からスタートした新番組、土屋圭一の車の話、サポーテッドバイプレソキア。東京駅より20何年ぶり。そうですか、わかりました、メモしておきます。確かに、なんなんだよこの親父と。あの、自分でいろんなのパーツ変えたりして乗ってました。さあ、土屋圭一の車の話、東京 FM 金曜日夜8時、この豪華ゲストから始まりましたけれどもね。ありがとうございます。まずこう、ミキちゃん行ったでしょ。はい、行きました、ね。まあ、ミマちゃんが連れてくるから豪華なんですよ。ザクちゃんに浪川さんですよ。ありがとうございます。もう名だたる声優を連れてくる。みなちゃんはすごいね。俺は見直したね。ただののんべえの親父かと思ったけど。いや、だってこれだけの声優をさ連れてこれるって、やっぱみなちゃんってすごいよね。いや、すごいです。あの、揃うとは思わなかったです、こんなに、ね。それも同じ時間に今、ね、合成じゃない、合成じゃないです。合成じゃないです、合成じゃないです、合成じゃない。いや、でもさ、あの、皆さん、土屋さんって言ったらスケジュールが合わせて、これ本当です。ありがとうございます。これ本当なんですよ。嬉しいです。土屋さんがラジオ復帰っていうので、はい、駆けつけたっつって、これ嘘じゃないですよ。良かったです。逆に嬉しいです、出させてもらって。はい、あ、そう、はい、あ、よかった。決してパワハラではないので。ああ、そこら辺は、そこら辺はね、お願いいたします。ということで、はい、ね、東京 FM から始まりました、ね、土屋圭一の車の話、金曜日夜8時です。ご覧ください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 。お願いします。お願いします。土屋圭一の車の話。土屋圭一です。こんばんは。よろしくお願いします。いかがでしょうか。テスです、です、こんな感じでいきたいと思います。やったぜ。怖いよ。どうも、ミキシンシェルでございます。皆さんこんばんは、初回にゲストで呼んでいただいてありがとうございます。よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。はい、三馬正文と申します。本日よろしくお願いします。土屋さんの笑顔は怖いです。緊張しております。よろしくお願いします。緊張して遅れちゃったんです。酒飲め。酒飲め。だからやべ。皆さんこんばんは。10月4日金曜日午後8時となりました。 MC の土屋圭一です。今日からスタートした新番組、土屋圭一の車の話、サポーテッドバイプレソフィアですけれどもね、やっぱりこの番組はもう、ね、僕ね、東京 FM って25年ぶりぐらいなんですよ。10年間やって、そっから JA 部に行っちゃったんですけれどもね。また帰ってきましたよ。ウルトラマンみたいなもんですけれども、まあ、あの、東京 FM のお聞きのリスナーの皆さんは、もう多分僕と同じぐらいの年代になってんじゃないかな。50代とかね、60代とかさ、そういう年代の方もね、聞いてらっしゃったと思うんですけれどもね、これからまた新しい番組始まりますけれども、皆さんよろしくお願いします。さて、この番組は、テリー土屋の車の話、この裏話ですとかね、様々なゲストを招いて、まあ、車に関わる、あれこれをトークしていく番組です。テリー土屋の車の話、この公式 YouTube でもこのラジオ番組の収録が、この模様をですね、発信していきますので、皆さんぜひチェックしてみてください。そしてこのラジオ番組では、音のスペシャリストゲストにお迎えしております。音響監督三馬さんです。そして声優藤原拓海、三木慎一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、緊張します。何言ってんの、みなちゃん。いや音響監督よ。いや、音響監督ですけど、しゃべりのプロじゃありませんので、ね、日本を代表する音響監督。いや、やめてください。こっぱずかしいです。そして藤原拓海。はい、声をやらせていただいてました。藤原拓海って呼ばれちゃってる。はい、三木慎一郎でございます。よろしくお願いします。もう、みきちゃんの声だと、うん、世界中のイニディのファンがみんな知ってんですよ、うん、だから僕、ね、毎月海外行ってんですけども、うん、やっぱね、こう、匠は匠はっていうから、たまにほら、ミキちゃんとさ、美馬さんもそうだけど、一緒に飲んだりするじゃないですか。はい、食事したり。はい。あの写真を僕は上げるんですよ。はいはいはい。Facebook に。うん。そう、海外が反応する。おぉ。ありがたい。匠は酒飲むのかとか。ミキちゃんじゃないんだよ。
匠はさ、何の酒が好きなんだろう。なるほど、うん、うるせえよ、俺が呼ばれてんだよ、この国にって。まあ、だから、こんな感じで、はい、まあ、こんな感じでね、はいはい、今回はやっぱこの3人でこの番組を進めていきたいなと、はい、まずはやっぱりこの3人が集まったらイニシャル D だろう、うん、これやっぱこう日本のファンもそうですけれども海外のファンも、はい、イニ D ファンすごい多い、多いですね、ね、はい、多いよ。だけどさ、中古車買取ホッポ、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘ。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘ。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。